コフマンエンジンスターターは、レシプロエンジンを搭載した航空機や1930年代と1940年代の軍用車両で主に使用されたエンジンの始動方法である。コフマン式は最も一般的なブランドであり、コフマンの特許の下で生産された。星型エンジンを搭載する米軍のほとんどの航空機と戦車がこの方式を採用していた。同様に、 英国のスーパーマリンスピットファイア機がロールスロイスマーリングエンジンを始動するためにコフマン方式を使用していた。ホーカータイフーン機もネイピアセーバーエンジンの始動に同方式を採用していた。コフマンエンジンスターターから派生したものはイングリッシュエレクトリックキャンベラやホーカーハンターが搭載していたロールスロイスエーボンを含む数多くのターボジェットエンジンで使用された。 コフマンエンジンスターターを装備したロールスロイスグリフォン。左側がカートリッジを装填する部分、右側がスターター本体。コルダ糸を封入した大型の空砲を使用する。コフマン装置は着火すると、ピストンを前方へ押し出す。ピストンにより回されたネジ山がエンジンと噛み合い、始動させる。これは、フィールドマーシャル製農業用、ディーゼルエンジンのように、 直接エンジンのピストンを押し下げて始動させる方式のカートリッジ式スターターとは対照的である。この時期に使用されていたその他の方式には電気モーター式のイナーシャスターターと作動方法はコフマン式と非常に似ているが圧縮空気タンクにより作動する圧縮空気式スターターがあった。ショットダウンスターターは モーターにつながる重心の役割をする短い交換と、それに接続された重備で構成されている。空砲のカートリッジを重備に装填し、電気的あるいは機械的にこれを撃破する。点火装置のスイッチが入れられ、カートリッジが発火すると、高速で高圧のガスが、管の中を走りモーターを回転させ、クランクシャフトに装着されているエンジンの、スターターリングと噛み合う。 カートリッジ式が電気モーター式よりも優位であるのは当時のバッテリーが脆弱で信頼性に欠けていたためである。電気モーター式スターターを装備した航空機は電源車やジャンプコードを必要とするか、または大きく重いバッテリーを機内に搭載しなければならなかった。イナーシャスターターは通常は新中製の弾み車を使用しており、 手動のクランク棒か電気モーターでこれを回すことで弾み車がスターターリングを回転させた。コフマン方式はこれらよりも軽量で済んだ。ショットガンスターターの主な弱点はカートリッジの予備を確保しておかなければならないことである。始動しようとするたびに一発を使用しカートリッジによりモーターが回されるのは短い時間でしかない。モーターを 同じように使う圧縮空気式スターターでは通常エンジンで駆動されるコンプレッサーにより再充填されるためカートリッジを携行する必要はないが余分な機器としてコンプレッサーと空気タンクを装備しなければならない既存のスターターにカートリッジの準備か空気タンクを追加するだけで簡単にハイブリッド方式を構築することができる コフマンエンジンスターターは1930年代半ばにはカートリッジ式スターターでは最も一般的なブランドであり、その名称は一般的な用語として使用された。現代の軍用車両用のディーゼルエンジンで今、なおこの装置が使用されているものがあるが、バッテリー技術の発達はほとんどの分野でショットガンスターターを時代遅れのものとした。 このスターターは1965年の映画、飛べ、フェニックスの中の重要な小物として有名になった。この映画では操縦士のフランクタウンズが即席で制作した航空機のエンジンを始動させるのに限られた数のカートリッジを使用している。ありがとうございます。